山城国一揆は、文明17年、山城国南半の上三軍で、国人や農民が協力し、守護大名畠山氏の政治的影響力を排除し、以後8年間自治を行ったことを言う。一般的に国人が起こした一揆のことを、国一揆と言うが、山城国一揆は、僧の農民らが参加している点で、僧国一揆とも言うことができる。国人、 室町時代の在地領主で多くの場合、守護の家臣になっていない、その国、生え抜きの武士、応人の乱が集結した後も各地で守護大名同士の小競り合いは続いた。南山城でも例外ではなく、畠山氏は後目争いから畠山義成と畠山正長が争いを続けていた。本来、山城には、 名目上の守護しか置かれていなかったものの、文明10年の畠山正長の任命後は、本格的な両国化を目指す動きが盛んになっていた。その中で繰り広げられた両畠山氏の長年にわたる戦いで、国人衆や農民は疲弊し、山城国一揆の土壌が整った。文明17年、南山城の国人衆や農民らが、 宇治の平等院に集まり表情を持った。この表情で、国中置き手法を取り決め、両畑山氏の影響を排除し、南山城の自治を行うことを決めた。三十六人衆と呼ばれる指導的な国人衆により、政治が行われ、南山城は、総国と呼ばれる、政治形態となった。当時の室町幕府では、応仁の乱とその後の混乱で失われた幕府の、 経済的基盤の再建にお膝元である山城国の五両国化を進めていたため、同国が有力守護の支配下に入ることを望んでいなかった。このため、官僚、細川正元らは一期に対して、政官の姿勢を取った。また、三十六神衆の中には、一期以前より畠山氏と対抗する形で、細川氏との悲観関係を結んでいる者が含まれて、 いたと言われている。文明18年5月26日には、幕府満所執事伊勢定宗の着南定陸が守護に部任された。幕府を呼び、伊勢氏は、一揆側に一定の政治権限を認める一方、畠山氏が持っていた守護受けの権限を継承した。また、必要に応じて、守護役の徴収を国人たちに求め、一揆側がこれに応じる場合もあった。 当時の室町幕府は長京、遠徳の乱や畑山元家討伐に見られるような兵力を動員できるだけの軍事力を依然として持っていたものの幕府の本拠地である京都の目の前で発生した山城国一揆を鎮圧する姿勢を示さなかった。これは国人たちが室町幕府や守護領国政自体を否定するために一揆を起こしたものではなく両者の利害が 直ちに対立するものではなかったからと考えられている。国人衆による政治は、国人と農民の対立や、黒人同士の対立を生むことになり、総国は崩壊の兆しを見せ始めた。特に明王の政変による、幕府内部の混乱は、幕府有力者たちによる山城黒人衆への切り崩し、工作となって現れた。これまでは半ば名目上の守護であった。 伊勢忠し陸は、京都から追放された前将軍足利義材の支持者の、京都信仰に対抗することを名目に、山城全域の一円地業化を目指すようになり、国内の自社本所領の接収を進めた。さらに、定陸が、山との有力者で、畠山元問の悲観でもあった、古市住民種を、鈴木軍、相良軍の守護代に任じて、支援を仰いだことで、伊勢、 古市の支配を認めて、従来の地位を維持しようとする国人たちと、他国者の古市の侵入を認めず、細川氏などと結んでこれを排除しようとする国人の動きに分かれた。明王2年、伊勢氏に近い国人たちは自ら自治を放棄する、集会を開き総国は解体され、守護の支配下に入ることになった。これに反対する一部の国人衆は稲妻城に、 立てこもって抵抗する。だが、偽罪追放の中心人物であった、細川正元は、偽罪型勢力の反抗に対抗するという伊勢氏の主張を拒むことができず、票だって、一騎側を支援することができなかった。また、正元や畠山元家は、古市住種に、兵の引き上げを命じたが、守護伊勢定陸の支援を受けていた古市はこれを拒否して、 国人衆の抵抗の鎮圧に当たった。翌年11月には、古市軍によって、一気側は、敗れ、ここに、山城国一気は、完全に終結を見ることとなった。以後山城は、伊勢市の統治下に置かれたが、鎮圧から、翌年の明王三年に、畠山氏の家臣が勝手に南山城に侵入。翌年にも、同様の事件が発生。明王五年に政元の家臣。 赤沢智恒が、畠山氏の家臣を追い払うまで南山城に居座った。相次ぐ事態に、伊勢氏は単独で対処できず、山城での権力を低下させ、反対に、正元の影響力が増していった。明王六年、足利義材の支持者の畠山久信が挙兵、危機的状況に対処するため、10月に正元の家臣、 公在元長を下軍守護大に就任させ、伊勢忠し陸は守護職を保持するという変則的な人事が行われた。この決定は伊勢氏と細川氏の妥協であり、公在元長は以後山城で県政を振るうようになっていった。大正元年に三浦博之が論文戦国時代の国民議会でこの一揆を取り上げて、以後広く知られるようになった。成果。 歴史物語デジタル版、中世3山城国一期。聖火町教育委員会生涯学習課。2021年3月4日閲覧。中津川家明、南山城は戦後に山城国一期と出会った。京阪な市民雑学大学。2021年3月4日閲覧。ありがとうございます。